演舞開演。どうも、本日はこちら、五行茶というお茶を飲んでみたいと思います。これは漢方なんかで使われる五行の表す健康を表している、特性を表しているお茶のようですね。で、お茶でそれが表せるのか、どういう風に表すのかよくわかりませんが、飲んでみたいと思います。漢方の五代は聞いたことがありますよ。歴史があるんです。味は苦味のないさっぱりとした麦茶といった感じですね。いや、麦茶は苦味とかないか。麦茶に近いような印象ですが、これで体にいいというのであれば、毎日飲むという意味では癖がなくていいと思います。まあ、さすがにこれ一杯だけで何かが変わるとは思いませんが、何かが変わるのであれば、それはとっても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。